月にやご飯めっちゃ豪華じゃん。嬉しい。これ全部ロピアで買ってきた、お惣菜に入れてる。お惣菜に力入れてるんですよ。いけ、うわいいね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 。どうだ、うまっ。いやいや、食べて食べて。ゆうちゃん何食べる？うまっ。おいしい。めっちゃうまい。マジで。花はチャンネル。はい、どうも花でございます、そしてママです。はい、今日はですね、こちら、ロピアさん。ロピア、はい、こちらでちょっとお買い物しようと思うんですけど、このロピアさんは、まあ、神奈川中心のスーパーマーケットですけどね、日本版のコストコなんて言われておりまして。あ、そうなん、知らない、激安スーパーで有名ですね。はい、そうです。あのロープライスユートピアで、ロピア ロープライスユートピア、もう大人気で、まだ朝の10時だけど もう駐車場が全部埋まっちゃってます。本当満杯だね、すごいね。ちょっと今日初めてだね、ママね、ロピアね、うん、ちょっとずっと行きたかったこのロピアで、ちょっと爆買いしようかなと思ってますんで。爆買いすんの、うん、はい、社長さんの奥様が、はい、カトパンさんだということでもね、話題になりましたね。マジで？そうですそうです、ね、そうですよね。一回あったもんね。あ、カトパンさん一回あの、うん、うちに来てくれたことありますけど、ね。中野ブロードウェイで ね。そんなことがありましたけれどもね。そうね、はい。ちょっとそのロピアも僕もずっと来たくて。すごい。はい。今日はどんな商品があるのか初めて行きますんで。あ、行きたいとこいっぱいある。いや、そこ、いやいや、そこは別に。ごめんなさい。うん、それフードコートだから。そこ買ってあそこ行きたいな。いや、それフードコート。いや、違う。これはロピアじゃないからここ。あ、違うの？フードコートの話なんです。行きましょう、こっちこっち、はい、行きましょう。ちょっとね、中撮影できないので、そっかそっか、はい、ちょっと買ってきますんで、ピンマイクつけて、はい、音声だけで行きます。行ってきます。行ってきます。はい、まあ、それでは行きましょう。うわ、バナナでかでか、すごいでかい。行く？これ399円だよ、すごくない？ね、安い安い。やっぱすごいね、いきなり自社ウインナー、大きいのにしようかな。うん、はい、わー、安い。ウインナー698円。どっちか、こっち燻製バージョンと。あ、でもこれが大きいから、はい、かこれね、あ、これでいいか、はい、安い。 100g39円。やっぱロピア来なきゃダメだね。安いよ、なんで今まで来なかったのね。今度来よう。やばいよ、めっちゃ安いやん。うん、アメリカンドッグいらない。これ好きなんだけど、アメリカンドッグ買おうか。490円、安い、うん、いっぱい入ってる。これこれ絶対温めればいい。温めるだけ、うん、レンジで。 あとこれだ、あとこのハンバーガーだ。これだ、嘘。安っ。あ、牡蠣醤油、ともちゃんこれ売ってるよ。あ、うん、あとポン酢は大丈夫ね。ポン酢は家にある、うん、大丈夫。わ、なにこれ、見てこれ1500円だよ。これオーブンで焼けないかな、釜。なになになに、美味しそう。もうすっごいたっぷりネギトロいっぱい入ってる。いくらもいっぱい入ってる。やだー、レジの人が、いや、すげーの人がわおってね。花はチャンネル。さあ、ということでロピアで買い物してきました。見てください、こんなにたくさん買ってきました。やった、すごい。いっぱい買ってきたよ。いや、ね、マジですごいねこれね。さすが日本のコストコ、和製、和製コストコなんて言われてますけどもね。和製コストコ、はい、安いし量が本当に多いしという感じでございまして、うん、すごいたくさんの買い物してきましたけども、うん、紹介していきましょう、うん。どっから行くかって感じですが、どこから行きますか。ね、まずね、うん、こちらこのプレミアムアンガス牛、プレミアムアンガス牛、アンガス牛、これこの大きいお肉、うん、ね、これ絶対美味しいわ。 この赤身ね、うちの子たち大好きなの、はい、これをねまたちょっと食べる。今日夜やろうか。今日夜やりますかね。夜やります。はい、ましょう。4枚買ってるから。どうすか、さすがにこれ1、これ半分でちょうどいいかもしれないぐらいのね感じですね。これ2人前ぐらいだね。うん、やっぱロピアさんもともと精肉店、お肉屋さんから始まってるんで、肉がすごいんですよ。もうすごい綺麗なの、うん、もうほんと、で、ここのこのお肉もさ、これ見てください、これで398円ですよ。これね、あのね、うん、よいしょ、安っ、うん、安っ、これで398円だから、
ね、安いんですよ。安いよ。で、あとこれがやっぱり大人気らしいですね。このウインナー698円。698円安いよね。 800g も入ってるのに。いいですよね。お、勝利バナナ似合うね。すごいよね、こんな。カツラみたいにできるんじゃない？乗せますか。おお、似合うね。すごいね。似合いますね。これで399円ですよ。安いよね。すごいよね。食べきりだったら冷凍しちゃえばいいから。そうだね。冷凍バナナ、こんなバナナもあったり、あとはこれみかんも、これ佐賀さんのみかんですね。佐賀さんあったね。これ本当に美味しいから、うん、佐賀のね、うん、佐賀のね、みかんは、ね、有名なんですよ。うん、酸っぱくないのよ。まあ、甘いんです。長崎のみかんも酸っぱくない。あとお野菜もこんなたくさんあるし、うん、あとね、お惣菜が有名なんですね。お惣菜ね。このカツ丼がやっぱり美味しいってネットでもたくさん書いてありましたけど、これも自家製の。食べてみた。ね、グロピアの。あとね、見てこれ。マグロネギトロ丼ぶり。ほら、こんな大きいの。こんなスーパーないでしょ。これスーパーないよね、普通ね。これもすごいよ。それがね、たっぷり入ってんの、うん、量がすごいんだよね。あの、何このほら、うん、薄ぴらくなくって、すっごいね、分厚く入ってんの、すごくない、ね、あとこれも、ね、この焼き鳥もこの数で、なんと999円、うん、安いでしょ。一本いくらって感じよね。すごいね、4、5、6、7、8、9、10、そうだね、十何本入ってるよね。15本で入ってて999円。これもお昼ご飯で食べる、今から。あ、そう、いいの食べて。今から食べるんだよ。あとこれ見て、俺の大好きな明太子が、これも980円ですよ。ねえ、ママ。あとピザ、ピザ、ピザ、ピザもこれ手土産。これも今から食べます。これも美味しいんだよ。これなんと580円。580円、安いよね。弁当だもん。そう、あとね、あとこれモンスターバーガー。勝利めっちゃでかいよ、ほら。すっごいでモンスターバーガー。勝利の顔ぐらいあるよ、これがね。このこれ隠れた。このモンスターバー、確かにね、海外みたいね、グアムで食べた感じ、ね、これ500円ですから。これめっちゃ安くない？もうマックのやつ500円あるよ。こんぐらい、マックのやつこんぐらい。すごいよ。あとアイスも買ってます。どうした？これバニラアイス。うわ、めっちゃうまそう。そうそうでしょ。うん、懐かしい、こんぐらいでかさのやつ。ああ、私さ、買ってさ、スプーンでグエーって食べれたよね。懐かしくない？という感じでございましてね。まあ、いろいろ全部は紹介しきれませんでしたけども、全部はちょっと難しいかもしれんけど、こんなロピアでたくさんのお買い物をしてきました。やっぱりね、噂通り最高でしたね。なので、まあ、これ随時いろいろ YouTube で紹介していきますけど、うん、とりあえず今日はこの後、お腹空いてるんで、このお惣菜系をね、はい、お昼ご飯を食べたいと思います。はい、さあ、それでは今から、ね、このお惣菜みんなで食べますけれども、うん、ちょっとその前に行かせていただきたいと思います。今日御嶽、もうほぼロックのソーダ割り。ママいただきます。どうぞ。うまいな。まあ、いいですか。やっぱロピア帰りの御嶽のソーダ割りは美味しいね。明太子です。聞いた方がよかった。うん、美味しい、大丈夫。うまい。花輪チャンネル。さあ、ということでございまして、いただきましょうかね。すごいね。はい、いやー、すごいですよ。ご飯めっちゃ豪華じゃん。嬉しい。これ全部ロピアで買ってきた。お惣菜に入れる。すごいね。お惣菜に力入れてるんですよ。いただきまーす。いただきまーす。さあ、いってください。ちょっと何がいいですか。あ、これ。はい。マグロの。どっちですか。いいじゃないですかね。こんなんなかなか食べない。すごい、これ。マジスーパーで食えない。本当だよ。食べていいよ、食べて食べて。ゆうた、何食べる？うまっ。美味しい。めっちゃうまい。マジで面白いな、待ってよ、お前の一言。ザーピーだな。ザーピー、ザーピー、ザーピー行ってきましょう。ザーピーだ。ちょっと冷えちゃったけど、ちょっと冷えてるよね。うん、美味しい。
マジでうまい。じゃあ俺と焼き鳥貸していただいていいですか。いや、カツ丼買っていいの。カツ丼カツ丼もいくけど、ママ、じゃあママ、じゃあカツ丼いくか。おいしい。処理、ママも思った。処理、カツ丼いくか。あ、そう、お酒に合うわ、焼き鳥が、うん、わっ、すっごい肉厚、びっくり、ほら、うん、衣じゃない、衣じゃない、衣じゃない、ほら、お肉よ。カツ丼がね、人気なんだよ、ほぼ衣かと思った。めっちゃ肉。そう、おいしい。めっちゃいいわ。いや、カツ丼ね、すごい美味しい。肉々しい。あ、本当だ、めっちゃうまいよ。すっごい、本当だ、すげー肉厚だ、すっげー肉厚。ちょっと食べて、うまっ。ね、美味しいでしょ。ちょっと待って、しおり、うまっ、これなんぼ。しょうちゃんこれいっぱい入れてあげるからね。どうぞ。なんなんだよ。しょうり食べてみて。トピア。めっちゃうまい。めっちゃ肉厚でしょ。ほんとすげえ肉だね。すごくない、カツの肉がすげえ肉厚だ。何これっていうぐらい。ほんとでっか。これやばい。めちゃめちゃ肉厚。超おいしい、うん。ご飯のボリュームもすごいもん。これすごいのがいいですか。一回ちょっと パカッと開けさせてもらうと、いろんなのが入ってるんですよ、これ。ほら。チキン南蛮、チキンナゲットも入ってる、ハンバーグも入ってる。チキンナゲット、チキン南蛮だよ。チキン南蛮もうロシアン佐藤でも無理だよこれ。無理だよこれ。どうやって食べるの、ロシアン佐藤。マックス鈴木も無理よ。これマックス鈴木もこれ一口いけないよ。いっちゃって、ママいっちゃって。これどうやって食べるの。いけ。いやー、いいね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 。どうだ、うまっ、おいしい。うわわ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 、うん、すげー、これはすごいわ。楽しいね、ちゃちゃちゃって書くよ、楽しいね、いいね。ここはもう楽しい、こういう、いや、こんな近くにあるってなんで早く教えてくれなかったの。ね、ごめん、ちょっとお前にだけは教えたくなくて。うそ、うまっ。俺も知らなかった、俺も知らなかった、俺もこんなすごい止まらなかったから。ロピア行ってよかったな、また行こうよ。うん、超楽しい、ね、いや、めっちゃ楽しい。またコストコとは違う良さがあるね。全然違うね、うんうん、スーパーとコストコのちょうど間ぐらい、うん、じゃね、うん、だいたいロピアに週末、日曜日、土日行ってブワッて買い出しして、で、まあ1週間分、あ、1週間分買い、1週間分買い出す、買い物するっていうのが、うちだったらすぐなくなっちゃうね。一番すぐなくなっちゃうね、これね。こんないっぱいあったけど、何日も行くんだろうね。そうね。7割、8割、バーバーが食べる。さあ、ということでございまして、今日は、初めてのロピア行かせていただいて、美味しい、ね、お惣菜いただきました。もう最高だね、最高。まあ、これからちょっとロピア何度か行かせていただいて、その度またご紹介させていただこうと思います。はい、ということでございまして、まだ食べてますけども、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。